こんにちは、クリムです。今日はですね、ですね、まあ、YouTube のコメントで、NIV88M と、まあ、RME のオーディオインターフェースを迷われてた方がいまして、で、まあ、RME の方にしようと思うってことで、で、外部のマイクプリを使うとしたら、まあ、何がおすすめですかっていうコメントがあったので、僕なりのおすすめをですね、ご紹介したいと思います。で、まあ、今まで持ったことのあるものから、まあ、持っているもの、また、欲しいものも含めてご紹介できたらと思います。はい。というわけで、まあ、いつものようにサウンドハウスを開いてですね、見ていきたいと思います。で、もうマイクプリって入れますね。で、まあ、こういう感じに出るんですけど、まずですね、まあ、例えば、まあ、10万円前後ぐらいで、おすすめするとしますよね。まあ、2、3万もあるんですけど、それだと RME の内蔵のマイクプリの方がいいと思うので、で、まあ、外部のマイクプリ使う意味って、まあ、10万円超えてくると、まあ、SN も別にどれもいいですし、まあ、音質も全部いいですし、多分。で、まあ、キャラクターですよね。音の音色っていうか、ニュアンス？うん。で、それが、まあ、真空管使ってるのか、使ってないのか、もういろいろあると思うんですけど、うん。その音色、まあ、自分の好きな音かどうか、ニュアンスですかね。それが気に入れば、それがその人にとっていいマイクプリだと思うんですけど、で、まあ、10万円以内ぐらいだと、今はですね、このフォーカスライトの、ISA1 は、まあ、僕も欲しいぐらいなんですけど、はい。で、今安くなってるんですよね。で、ちょっと前までは ISA2 も安くなってました。こちらですね。うん。で、とりあえずこれが、まあ、13万ぐらいするのは7万ぐらいで、うん。こういう感じ。ただまあ僕、これは、デザインがまあ、好きではないんですけど、まあ、実際お店で見てみたら、まあ、可愛いなとは思いました。うん、で、音はいいですよ、これ、うん。音結構いい。SN もいいし、音質もいいですね。うん。なんか、いい音って感じ。ですね。で、例えば ISA2 になると、まあ、2チャンネルになってラック型になるんですけど、それね、ちょっと前まで、先週かな？確か5万円ぐらい下がってたんですよね。13万ぐらいかな。うん。なので、その時僕買いそうにちょっとなったんですけど、まあ今は18万6千と。で、2チャンネルでフォーカスライトっていうことで、うん。まあもともとルパード・ニーブさんがね、作ったのかな、フォーカスライトは。多分そういう感じのメーカーで、まあフォーカスライト自体いいと思うんですけど、うん。まあとにかくこの ISA1 はいいと思います。で、もう一つが、ちょっと値段上がっちゃったんですけど、このユニバーサルオーディオのソロですね。これも1チャンネルで、マイクプリ。で、これが真空管ですね。うん。で、温かい音で、音が増幅した感じを味わえる、オーディオインターフェースで、ですね。うん。これはね、すげえと思いましたね。SN もいいし、評価も高いですよね。5件あって、全部5ですから。
で僕使ってるのがユニバーサルオーディオの LL60M2、 まあ、今はまさに使ってるんですけど、まあこのソロ610に EQ とコンプがついたようなものだと思うんですけど、まあマイクプリ自体全く同じじゃないと思うんですけどね。という意味でこれもちょっと僕的に欲しいんですけどね。まあ1チャンネルのものってこうやってちょっと形がいびつっていうか、まあちょっと変わってるんですけど、まあラックはできないですけど、まあどっかにポンと置くような感じですかね。うん、まあこれもいいと。でまあ安く手に入れるんだったら、まあ、DBX286S、 これはまあ悪くないんじゃないですかね。まあこうやってダイアログとか、まあレコーディングにはもうちょいいいのを使いたいと思うんですけど、ダイアログとかやると結構機能が多いですよね。これはチャンネルストリップなので、ノイズ除去したりとかもできますし、コンプもついてると EQ もついてるのかな、うん、これ欲しいと思ったことあって、まあ未だにちょっと音を確かめてみたいなって思うこともあるんですけど、まあ2万円ちょっとで手に入ると。 DBX で10万円前後で、もう一つがこれですね、ウォームオーディオの W739。 これがまあニーブの1073をモデルにしたやつで、まあチャンネルストリップ的なものですよね。マイクプリと3バンドに EQ がついてると、うん、で僕が初めて買った外部のマイクプリはこれでした、うん、でその時もまあ10万ぐらいだったと思うんですけど、ただまあこれ買ってって思ったのは、まあ別に悪くないんですけど、もっといいものを探しちゃうんですよね。うん、まあ、困ったことに。僕は早々にこれ売っちゃったんですけど、まあそもそもがニーブ1073のモデリングの機材なので、まあ本家のニーブどんな感じなんだろうって絶対気になると思うんですよ。で、気になった挙句、僕はルパートニーブデザインのシルフォードチャンネル、ここにあるんですけど、を選んじゃったんですけど、まあ音質は別に悪くないですけどね。まあニーブっぽさっていうか、1073っぽさを味わえる感じですかね。まあある人が言うには、この EQ の、はい、がちょっとキンキンするみたいな感じ、ちょっと実際僕そうは感じなかったので結構分かんなかったんですけど、うん、まあそういう感じですね、はい、でまあこの SSL フュージョンはいいけど、これマイクプリではないので、うん、次行きます。で僕の持ってるこのルパートニーブデザイン、これ値上がりしちゃいましたよね。54ってもう買えないですよね。僕確か45、45ぐらいだったと思うんですけど、多分。うん。これは、まあ、ちょっと僕使いこなせてるかわかんないですけど、まあいいのは間違いないですね。チャンネルストリップなので、マイクプリ、EQ コンプがついてまして、あと、これが、テクスチャーがついてるので、ちょっとハイが、きらびやかに持ち上がるような効果も出せたりとかですね。しますね。で、音は間違いなく良くて、EQ もかかりめちゃくちゃいいですし、うん、30Hz 上げても、ちゃんと超低域持ち上がるし、ハイも、エア感が出せたりですとか、あとコンプも気持ちいいですね。うん。で、シルクスイッチで、まあ、レッドとブルーがあるんですけど、
ここで、まあ、レッドだと高温にテクスチャーで、青だと低温にテクスチャーっていうかシルキーな感じが加わると。で、僕はリアンプして、一回レックしたものに対してシェルフォードを通して、まあ、EQ コンプかけたりもするんですけど、そういう使い方でもすごく使いやすいですし、いいチャンネルスループですね。はい、で、まあ500シリーズ、ランチボックスに挿すやつも、もちろん気にはなってるんですけど、例えばルパートニーブのこのポルティコとか、あとは SSL の、まあ、EQ ですけど、EQ とか。ただ、まあ、楽器店の人とかに言わせると、まあ、500シリーズはその、なんて言ってたかな。電圧弱いから、音質はやっぱり楽の方がいいって言ってましたね。まあ多分 SN にも関わるんでしょうし、音質はそうですね。まあ楽型にするのが間違いないと思うんですけど。しかもそこまで安くないですからね。500シリーズも。ランチボックスも10万ぐらいして、一個一個10とか15とか20とかしますからね。で、ユニバーサルオーディオのこれ710トゥインフィニティ、これ面白くて、真空管とあとソリッドステート を切り替えたりブレンドできるんですよね。これ良かったですよ、うん、これ僕買ったことないんですけど、渋谷のパワーレックに置いてあって、ブースで試したんですけど、これは感触いいですね。うん、評価高いですね、これもね。うん。はい。で、僕の持ってるユニバーサルオーディオの LA60MAX。これも値上がりしますね。もう、出た当初は17万ぐらいだったらしいんですけど、僕が 24.5 ぐらいで買って、今27になってると。いう感じですね。で、これは、まあ、外部のマイクプリ買うんだったら結構、僕はおすすめですかね。まあ、真空管なんで音がね、増幅してる感じがすごい味わえるっていうか、温かみがあってボワッて、うん、太くなってる感じですかね。で、ゲインとレベルでボリュームコントロールして、EQ ハイとローがついてて、でコンプもついてると。でコンプが名作のなんだあれ、ユニバーサルオーディオのテレトロニクスか、テレトロニクスのと、LA2A ですね。 LA2A タイプの T4 オプティカルコンプレッサーっていうので、まあコンプをですね、実際アウトボードで確かめられますし、まあ今はちょっとバイパスにしてるんですけど、っていう感じのチャンネルストリップですね。はい。で、まあどんどん高くなってるんですけど、ですね、欲しいものは、オーロラオーディオですね。オーロラオーディオの、これ GTP2 ってなってるけど、GTQ2 が欲しいですね。うん。まあ、これですね。まあ、オーロラオーディオのものは僕持ったことなくて、まあ、ニーブの、正当なニーブって、まあ、まあ、AMS ニーブなのか、アルパートニーブデザインなのか、オーロラオーディオなのかわかんないですけど、まあ、その中でも、これは評価高いですよね。マイ1073モデルのマイクプリと EQ ってことで、これはいつか使ってみたいかな。うん、って感じですね。で、オーロラオーディオで言うと、GTP ってこれなんだろう。あ、 EQ ついてないんだ。はいはいはい、EQ ついてないマイクプリだけのチャンネルと GTP1、 これも販売停止中か。
これがマイクプリの1チャンネル。もうこれだけ？あ、これでもいいのかもしれないけど、まあ、なぜか GTQ2 がすごい人気なんですよね。うん。積んでるマイクプリも違うのかな。で、一回本気で欲しいなと思ってたのが、このスティンガー。これ1チャンネルで、ギターとかもさせる。DI としても使える、やつなんですけど、うん、で息もついててって感じですね。まあやっぱ1チャンネルなので形が独特ですけども、これも今どこも売ってないですね。もう販売停止してて、オーロラオーディオはどこから買えばいいか分かんないっていうね感じなんですけど、でもう一つ欲しいのはこれですね。 MS-NEVE-173SPX、 これもいいと思います。で、まあウォームオーディオとかだと安いけど、まあこれ28万しちゃうんですけど、まあ NEVE ですしね、これは。うん、マイクプリと EQ ってことで、この音もいいでしょうね。まあ試したことあるんですけど、よかったですね。これもいいです。で、まあ、ニーブ系じゃないので、気になるのはこれですね。ミレニア。で、まあ、基本的には超クリーンに撮れるマイクプリっていうイメージですかね。まあ、透明度の高いってありますけど、うん、で実際 YouTube でこれ使ってる音声、ナレーターの人が話してるのを聞いたことがあって、まあ、めっちゃ綺麗ですね、クリーン、うん、歪みにくいと思うんですけど、多分2チャンネルのソリッドステートマイクプリ、この辺の文章を読んでたら欲しくなっちゃいますけどね。音の微妙なニュアンス、アンビエントを確実に捉え、透明度の高いオーディオパフォーマンスを実現します。欲しいですね。32、特別注文。うん。まあ僕が UK から音響機材買うことがあって、まあ安いんですよね。で、例えば SX Pro。だと、ポンドでこれなんですけど、インクルーディングバット VAT なので、VAT ってまあ、ヨーロッパの、消費税なんで、エクスクルーディングバット、これですね。2000なんで、32万、あれ、高っ。まあとにかくミレニアは、欲しいですね。いいマイクプリだと思います。まあそんなとこですかね。まあ1073モデルって言ったらまあいろいろあるんですけど、まあヘリティジオーディオも結構いいでしょうし、まあ BAE もいいでしょうし、とか、まあジャンドラリミテッドもね、まあいいんでしょうけど、まあ試したことないんでね、ちょっと何とも言えないんですけどね。うん。っていう感じですかね。はい、そんな感じになります。ごちそうさまでした。